キャンディフルーツウサギの館は株式会社 NCR が運営していたウサギを主体とする動物カフェ兼コスプレ系飲食店である。東京都に第一種動物取扱事業者として販売、貸し出し、展示の3項目が2012年2月7日付で登録された。所在地は千代田区外神田4丁目6の2イスズビル9階。萌え文化の聖地として名高い東京。 秋葉原に動物カフェを開店させたパイオニアとしても有名である。2015年12月7日までは、同フロアには、キャンディフルーツが経営する撮影スタジオ、スタジオリリーが併設されていた。2016年6月19日をもって閉店した。うさぎの館店内所在地は、千代田区外神田四丁目六番二号い鈴ビル九階であり、同じフロアには以前、 キャンディフルーツ直営の撮影スタジオ、スタジオリリーが存在していたが、うさぎの館とは運営が分離されていた。イ子ズビルの1階は、日高屋秋葉原中央通店があり、他のフロアには様々なメイド喫茶が入居している。入店するには、日高屋の裏にあるエレベーターで9階に上がる。店内にはフロアスペースと有料個室スペースに部屋があり、 個室を利用する場合は別料金が発生する。個室スペースには、娘うさぎや気に入ったうさぎと一緒に入ることができる。フロアスペースに同時に出せるうさぎは一匹のみである。最寄り駅は、秋葉原駅と末広町駅であり、秋葉原駅電気街口から徒歩5分、末広町駅から徒歩1分の距離にある。スイートキュアーは、秋葉原のうさぎカフェ、キャンディフルーツうさぎの館で働く。 娘うさぎによって結成された秋葉系アイドルユニットである。キャッチフレーズは希望の未来に導く癒し系アイドル。活動エリアはうさぎの館がある秋葉原駅周辺であるが都内を中心に様々なアイドルライブイベントに参加している。活動初期に主に活動拠点にしていた秋葉原16内にあるカフェにはスイートキュアをイメージした。 オリジナルカクテルが一杯千円で提供されていたことがある。メンバーのソロ活動としての出演は除く2013年2013年、出演イベントリスト2014年2014年、出演イベントリスト2015年、出演イベントリストレギュラー配信。ありがとうございます。